はい、ピーガレンジチャンネルのご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はね、アダムスポリッシュの洗剤とか、まあ、その他もろもろとって、はい、ちょっといろいろ説明しながら、はい、車の洗車していきたいと思います。はい。でね、今日はアダムスポリッシュジャパンの林さんに来てもらいましたんで。はい。はい、どうも、酔っ払った時の奥村です。やめて。本当にやめて。メイドソーいらないやん、これ。なんか、片目つぶるやん。あー、かな、かな。確かにね。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず今日はこの M2 コンビを、はい、全体的に綺麗にしていくんですけど、はい、なんかサーキット走ってる車なので、はい、なかなかのダメージが多いので、はい、まあ、しっかり洗っていこうかなと思います。はい、で一緒にまあその溶剤が、まあ、アダムスポリッシュはとにかく種類が多いので、はい、適材適所的な感じで、はい、こういう時はこれっていうのがちょっとまあ一番ベーシックな形で紹介できればと思います。うんうん、はい。この二つがまあホイール洗う溶剤で、はい、こっちがボディを洗う、まあシャンプーですね。はい。で、簡易コーティング剤と、あ、これはタイヤワックス。最終仕上げってことですね。仕上げですね。この二つが仕上げ。はい。これがボディ洗うやつ。これがタイヤとホイール洗うやつ。それでまあ順番に洗っていければ。流れとしては、こっちから行くって感じですね。最初は。今、ホイールがなかなかの汚れだから。はい。タイヤカスをいっぱい拾ってきてるんで、はい、はい、これをまず取ろうと、はい、時間がかかるんで、はい、やっていきます。はい、はい、この年季の入ったホースを準備しましたよ。手が汚くなる。汚ない。汚ないよ。もうだって、ヘビやん。しょうがないだろう。車屋さんあるあるじゃない、これは。ね。こっちだもん、ちょっと。ああ。車屋でしたっけ。車屋。喋っていいかな。じゃあ説明の方お願いします。洗車をまずするには、はい、多分この時期の夏場とか、はい、春秋でも全部そうなんですけど、はい、とりあえずまずボディを冷やすっていう。あ、まず冷やしながら一回汚れを取っていく感じで、はい、ということで割と何も考えず水をバンバンぶっかけます。なるほど。 あれって冷やす意味もあるんですね。あ、もう、うん、だいぶ。そうよね、確かに確かに。乾燥しちゃうんでと。あ、特に輸入車はブレーキ周り相当ぶっかけた方が、あ、ダストがね、ええ、やばいもんね。全体的にまあ、はい、とりあえず、まあ、例えばこういう、はい、水平になるような汚れが溜まるところは、はいはい、まあ水に汚かけといて、まずでかい汚れを落としといた方が洗いやすいし、ボディも傷つかないです。そういうことですね。まあ、今やったら交差とかね。そう、とにかくもう冷やして、はい、黒いところとかやっぱり熱持ちやすいですもんね。そうなんですよ。じゃあフロントのホイール洗います。はい。ダストが火を通るし。はい。まず使うのがホイール&タイヤクリーナー。ほう。それは主に。ホイールと、そのままなんですけど、はい、ホイールとタイヤを一緒に洗いますよ。はいはいはい。例えばラバーとそういう、まあホイールなんて全然材質が違うんですけど。そうですね、はい。まあ一緒の溶剤で一気に洗いますよ。もともとホイールクリーナーっていうのと、タイヤクリーナーってうちだとアダムスだと別であるんですけど、ほう、それが1本になりましたよ。あー、結構マルチな。じゃあマルチなやつですね。洗剤ですね。はい。オールインワンフォーミュラって書いてます。もうリンスインシャンプーみたいな感じですかね。そう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 。で、ホイール洗うときは、はい、タイヤこれを使うときは道具が大事で、まずホイールブラシ。ほう。これはもう柔らかめのマイクロフィルムの毛です。はい。と、細いトリム&ラグナットブラシっていう筆。はいはい、筆ですね。ピアスボルトとかね、ボルトとか、あとセンターキャップとか、細かいとかやったらエンブレムとか、はいはいはい、あの辺も全部いけるんで、割とこれは便利グッズです。はい。ホイールのディスクの裏洗うやつ。ディスクの裏。はい。へえ。とかリムも届くやつは届く。はいはいはい。まあ主にディスクの裏やと思ってください。はい。で、あとはこれも一回使いますけど、あ、手の形のやつですね。そう、手の形の。洗いやすい、まあ、よくあるミット。ホイール用です。はい、はい、でこれはアメリカのブランドらしく、はい、左利きです。なんかミーハン左ハンみたいな、そこにも影響してくるんですね。そうです。なるほど。アダムスポリッシュの右利き左利きが分かれる商品全部左利き用。ポリッシャーとか。マジっすか。ええ、ある意味使い勝手悪い。まあまあでも面白い。やっていきましょう。はい。ということで、これ一気にバーってかけてもいいんですけど、はい、コツ的にホイール洗う用とタイヤ洗う用で分ける、はい、あ、分けるんですね。一回じゃあ例えば一般的には、はい、ホイールからやると思うんで、はい、
ホイールだけにこう、はい、ザッとかける。なんか別にその泡が出る、めちゃめちゃ泡が出るっていうほどのではないですね。ではないですね。でこう中をまあ開けて、普通鉄粉取りは、はい、一回置くことが多いんですけど、はい、これも そのままガシガシと。ほう。こう泡が立てるような感じで、はい、すぐ洗っていって大丈夫ですと、はい、でこういう柔らかめの毛でやりながらこうやっていって、これは鉄粉取る要素も含んでる、若干あります。あ、若干あるんですね、はい、これで取り切れん場合が多いんで、それはもうホイールクリーナーを使ってくださいと。そのホイールクリーナー、アダムスのホイールクリーナーはもうゴリゴリの鉄粉取りなんですか。そうですね、紫色になるやつ、はい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 、よく見る、紫になるやつですね。そうです。で、こうやっていって、はい、ちゃんと左手につけて、おこのこう、まあまあ、これが、確かに正直洗いやすいんですよ。うん、感覚的にやっぱいけますもんね。ね、はい。で、これが溶剤自体が、はい、アルカリ性なんで、おアルマイトだけはやめてください。アルマイトはダメ。はい。でも、その代わり、置かないんで、鉄粉取りみたいに松とか、はい、そういうことがないから、変な話、ポリッシュとかにもいけちゃう。ただアルマイトはやめといた。アルマイトは剥がれるから。ああ。で、大体。綺麗になった。うん、なった。で、ホイール側が終わったら、はい、もう一回流しちゃう。これ同時にやってもたもたするとホイールに変な影響が出ることがあるし。なるほど。はい。あれだから、もうさっきホイールやるか、タイヤやるかで。もう分けて、洗剤は一緒やけど、ホイールとタイヤはもう別で考えるって感じ、ね、やった方が多分綺麗、トータル綺麗になるから、はい、多分割と表面がこう綺麗にはなってちょっと気になるところをもう一回なんか別のやつで、うん、せっかくやし使っていくシリーズで、ありがとうございます。お、こういう例えば使いやすそう。これは何回もやるっつって、黒森とかいいな、こういうとこ。ああ、そこなぁ、ね。はまるのよね。はい。確かに。うん、こういうところを、もう、もしもしをして。おぉ。これ、もしもし以外の擬音ある？いや。もしもしか。いや。確かに。いや、これ、ここ、ビームのここってさ、なんなん？この穴。なあ。マジでなんなんこれ。軽量化？軽量化な。こんなところで軽量化させる？重たいもんな、このホイール。重たい。重たいし、ここの丸分のところね。あ、ほんで、はい、このブラシも、はい、アダマスのブラシは全部、プラスチック製なんで、はい、ホイールにある意味負けるように作ってます。ああ、傷が、はい、つきにくい。つきにくい。いや、それはもう、これで一歩いて帰られるたまらんで。ほらね。たまらんわ。これでまあ、ガッと綺麗になるんですけど、はい、割とこういう細かいところを洗ったときは、めちゃくちゃ水かけてください。ああ、たまるもんね。洗剤流れない。そう、これが流れないっていうのは大問題だ。大問題やな。本当に。アルカリ性。アルカリ性なので。アルカリ性なんで。アルカリ性なんで。なるほど。鉄粉取りの方をやってもよかったんですけど、はい。それ時間がかかるのと、はい。鉄粉ついてないことが分かったんで、ええ。こんな感じです。素晴らしい。綺麗。うん。で、まだタイヤ変があるんですけど。タイヤは、はい、本来タイヤブラシっていうのがあるんですけど、はい、こういう、へんぺん薄いやつは、はい、これで行く人が多いです。おそのまま、こう、はい。これもこうです。こういうのも茶色いのが出てくるから。おー、すげえ。もうすでになんか、茶色っぽくなってる。そう。そう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 。いやーでもね、結構そのタイヤの横面のチャイムの、ほんと、困ってる人多いんだよな、ね。そう、ドレスアップ的には一番邪魔。そう、タイヤワックスでごまかしてもいいねんけど、なんかそれでもやっぱちょっと茶色い、そう、っぽいテカリ方しよるから。テカリ方にムラが出るっていうか。うん、うん、うん、うん。そうそう。それが綺麗になるだけで全然違うよね。そう、特に、ミシュランはまだ大丈夫なんですけど、うん、ここのこの溝んとこ。うん、多いタイヤは特にこれは効果的で。ああ、そっか。へえ、そうやね。ミシュランは割とツルッとしてるもんな。そう。でこの茶色いのって、うん、泥かと思いきや、内から出てるもんらしくて。油ってこと？油。あ、そう、タイヤが硬くなるのを防ぐ溶剤的なやつらしいんで、はいはいはい、絶対頑張っても出る。
あまあまあ、じゃあ適度にこう表面はきれいにしてあげるみたいな。そう、出てくるもんやねんから、出てくるもんなんで、うん、悪いもんではないし、うんうん、あれやけど、きれいにしといた方がかっこいいや。そりゃそう、そういうことです。この辺の薄いやつやったらそこまでまだあれやけど、リフトアップのごっついやつとか、うん、ああそうそうそう、もうね、なんか2、3年経ったらもう抹茶っちゃやねなんか、うん、どうすんねやろうなっていうのはあったけど、で本来タイヤ用なんでね、もっと硬いブラシが本当はいいんですけど、はい、あんなのここに使われへんから、まあ、そうやね、よし、だいぶ鉄筋やったらまだしもね、うん、以上こんな感じの、はい、ホイール洗い用コーナーが終わりました。はい、ボディです。はい、ボディ編です。はい、続きましてボディ編、酔っ払って奥原です。いやいや、ちゃうんです。はい、先ほどメガフォームっていう、はい、通常のシャンプーより泡立ちがいいやつ、はい、で泡残りもいいやつがあるんで、それは洗剤があるんですか？カーシャンプーが、はいはいはい、これこれが、メガフォーム、はい、まあ、せっかくなので、はい、普通 の, そのバケツでもう全然できるんですけど、はい、まあ、派手にした方がいいからっていうことで泡洗車になります。おー、これは、はい、ケルヒャーに、はい、このうちの、これはフォームキャノンっていうものをくっつけて、はい、ケルヒャーがこう出るときに洗剤も一緒にこう出して泡洗車をしましょうみたいな、はいはいはい、でこれ結構流行ってると思うんで、はい、そうですよね。ケルヒャーでもここの部分ありますもんね。 それのアダムス用で出てるってことですね。で、はい、ケルヒャーでも全然使えるんで、はい、もしオプションでケルヒャーのこれを買った人は、はい、ちょっと使ってくださいと。なるほど。アダムス用はそのうち売り出すんで、これは、はいはい、あ、まだ出てはないんですよ、商品としては。接続するときのアタッチメントとかがアダムスで用意してないので、はい、なるほどですね。そう、ここが4分の1インチっていう、はい、エアのプレッシャー、はいはいはい、チャックか、はい、チャックに接続するものをうまいこと作らわなきゃいけない。これがいるんですね。そうなんですよ。本来アダムスはこれしかないんで、はいはいはい、この部分が今後だから、そう、例えば、ケルヒャ以外で言うと両 B、はい、アイリス、オーヤマとかいろいろあると思うんで、はい、もっとメジャーに使っていければと。でこれを出すと、おおコツは、はい、ゆっくり回す。おお、おお、いいっすね。これはすごいな。おお、すごい。結構匂いもすごいっすね。ああ、そうだね。匂いもいいね。ね。カーボンルーフに借り替えたばっかりだから雨漏りして、ね。怖いっすね。めちゃめちゃ怖い。おお。これで、ルミをちょっと浮かせ、はい、で、ちょっと置いとくらしいんですよ。ちょっとだけ置いとくっていう。で、アメリカ人の雑なやつは、多分これに高圧洗浄ぶっかけて終わりっていう。取れんの。ダソスタの水のみのと一緒の考え。へぇー、で。そんなことはしないので、基本は上から上から。上から。はい。上からこう泡をこう、うまいこと落としていくような感じで、やっていってほしいんだけど。はい。上からね。とにかく上から。上からね。あと、ここに関しては別に、はい、コツとか何もない。とりあえず頑張って。泡吹き切る前に。そうそうそう、ね、洗車に楽とかないから。はい。頑張ります。これさ、はい、学生時代にさ、うん、洗車専門の、いや、手洗い洗車専門の ガソスタで、バイトしてて。広島で。違う、岐阜。あー、専門、あ、学校ですね。広島はね、お好み焼き屋さんでございます。みっちゃん、みっちゃん。っぽくね。そうだよ。へぇ。なかなかの、これ、まあ、ちゃんとして、ちゃんとこう、教えてもらったわけじゃないけど、見よう見真似で広島風お好み焼き作れるんですよ。へぇ。すげぇ。あれ、意外と作れる人いないからね。そうそう。関西と違って家で作る文化がないから。あー。そうなんや。食べに行くか、出前取る文化やからさ。へぇ。出前あるな。みんな、そう、みんな作らねえでね。家で。あれ作れって言われたら、いや、ホットプレート何枚いんねんよ。そうそうそう。そうやねん。あ、奥、あ、違う、ルフやった。ルフ、うん、いや、これからかな。なんでか、俺、上からって言って、向かってもいいだろ。いや、なんか、こう、スポンジがさ、ちょっとちゃうやん。違いますね。なんかこれ、カメラに映るのもあれかなって思って。え、これ横行った？いたよ。お、下の方行ってないけど。行ってない。行ってないやんけ、それ。ハワイ撮るぞ、もう。次は
次はもう洗い流した後に、いわばもう洗った状態って、はい、全部汚れを落としました。はい、なんかあの保湿剤的な意味合いでも、はい、何かしら塗っていった方が良くて、はいはいはい、あの次の洗車が楽になるんです。あなので、その CS3 っていう簡易コーティング剤を、はいはい、ボディとホイールに塗って、あとはタイヤに、タイヤは外で塗る。CS3 は濡れたままでいけるんですか？乾い、拭き取ってからなんですか？これぐらいの濡れ加減だったら大丈夫。はい、ある程度発水してるボディ。ああ、なるほど、なるほど。ベターってなってるやつじゃなかったら、あんま意味ないってこと。でも流れちゃうんで。はいはい。で、やっぱ、硬化時間っていうのがあるんで、はい、すぐこう、パッと、こう、施工して、水かけたら、こう、パシッと弾くっていうのはわかんないんですけど、はい。1時間後ぐらい。ああ。次の洗車の時に楽になってますね。なるほどですね。ある程度ちょっと置いて硬化さすって感じですかね。そうそう、それ自体はボディゴム以外どこでもいけます。へえ。ガラスにもいける。はいはいはい。じゃあガラスも撥水する感じ。します。へえ。ただまあガラス専門じゃないから、はいはいはい、ノリが悪くてワイパーで結構崩れていく。ああ。それはまあだからボディとかメインってことですね。ホイール。基本は。うん。でそれが水出し洗車の効果も入ってるんで。へえ。よく。洗車後に、はい、ちょっと拭き忘れたりとか、はいはいはい、ワイパーのところからポタポタって落ちてくる、あ、はいはい、ああいう水垢みたいなのも一緒に取れるんで、結構洗車が汚い人とか、あ、遅い人は、うんうんうん、機械があってない、ああ、その一本持ってたらって感じ、そう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 、こういうとこですね、こういうとこ、こういうとこが残ると、そう、元手洗い洗車でバイトしてました、防護してたのに、任すか、それもその人は任すよ。でこのメガフォームっていうのを使ったら、はい、泡残り良すぎて結構なんでそこにおんねんみたいなやつが、ね、あるから結構ちゃんと流してあげないと、ね、残っちゃうんです、ね、今もやってるけど、はい、ああいう月の中心に決めるかどうか、はい、そこから早い、隙間をでこのメガフォームの絵が強いって、はい、スマでもいるから完了しました。確かに全然あのウィングの下とかあるウィングの下じゃあ次、吹き上げに。吹き上げ。はい。吹き上げも何かあるんですか？吹き上げは、CS3 というやつを買ってきます。はい、CS3。はい。タオル、アダムスの、まあ、2種類。はい。国内ではありまして、このちっちゃいやつ。はい。ちっちゃいやつ。はい。ちっちゃいやつと、でっかいやつ。はい。これは、材質は一緒なんですね。材質一緒でサイズが違うやつで、はい、でかいやつは、こうバサッてやって、ほうほうほう。スイーってやる。天井高い車とか。そう。良さそうっす。とか、ボンネットとかで、ね、届かんところが。うんうんうん。で、まずこういう感じで使っていくやつ。おぉ。結構割と、確かに。スイーって水が引いてくれるんで。はい。これも、もうこの程度で大丈夫。なんか、すごい楽です。はい。今から紹介する。はい。突き当て剤みたいなのを、艶出し剤とか使うときは、絶対ちっちゃい方が楽なんで。ああ。で、大まかに吹き上げるのは、大きいやつがいいって感じですかね。とかもう、どうしようもないやつとか、はいはい。身長が足らないとか、はい。っていう理由もあると思うんで、はい。そういうときにやっぱ便利です。うんうんうん。とか、横吹くときに、こうしてこうして、こうです。なるほど。ここ割と、早いと。結構ね、やっと、多分これはみんな大好き撥水スプレーみたいな感じに使う人が多いんで、それが CS3。 そうですね。でこれをこんなにガバガバぶっかけるってことなくて、はい、さっと吹き上げして、あとはもう CS3 頼り。だよ。この例えばこのボンネットやったら、はい、と吹いて、はい、タオルにもう吹いとく、はい、これで均等に塗らなくていい。あ、香りもめちゃめちゃいい。最初のボンネット、多分ボンネットくらいからやっていった方が早くて。ほう。これもだから、ボンネット、ルーフとかトランクですか？そうですね。まあ、やりやすいところからもとりあえずやっていってもらっていいんですけど、うん、水なし洗車の効果もあるから、はい、ちょっとこれ、あ、ここ、ポンジ行ってなかったな、みたいな感じの場所ってあるじゃないですか。はいはいはい、どうしてもごまかせる。なるほど。汚れを浮かしてくれるか。とりあえず、ぬるっと、こう、テカッとしてくれるんで。ぬるっとテカッと。はい、カーボンとか良さそうですね。カーボンルーフ。で、このどんぐらい吹くかっていうのは、はい、もうあのその人のさじ加減なんで、はい、もっとぬるぬるさしたかったらもっと吹いたらいいです。一気にいっぱいやるよりは、一回こう吹いて乾燥させて、
もう一回っていう方が楽です。ちょっとここら辺をちょっと見てほしくて、ほう、これを拭いた状態でこうしてこういくと、はい、こうスッと水が引いてくるの分かります？ほう、アルコールで拭いた時みたいな感じ。はい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 。だから拭き上げも結局、あ、そういうことか。結構窓ってこの炎天下の下とかやったら拭き残しみたいな焼ける感じありますもん。なんか筋みたいなのがあんまり残らずこう引く、そういう感じの目的もあるんで、楽。確かに。だからお値段は5500円なんですけど、はい、洗車が下手くそな一言。いや、その顔ならす。タイヤホイールクリーナーでタイヤをガッと洗ったんで、はい、今要はすっぴんみたいな状態なんです。なるほど。なんか乗っとかんかったらやっぱ、はい、あの不安になる女子が多いんで、はい、イベントとかはね。そうなんですよ。保湿して、そう、タイヤワックスでタイヤ社員っていうやつがあって、はい、これがタイヤ社員っていうやつで、タイヤ社員、はい、通常そのタイヤワックスって呼ばれればこれ、はい、で今回ちょっとリクエストで、違うやつを使おう。なるほど。水性のタイヤワックス、はい、これはゴム的なものはどこでも使えます。はい。ラバーとか。ラバー、あとトリム、まあ樹脂ですね。ああ。樹脂。樹脂とかも全部いけます。はい。で今回はそのこれをタイヤに使っちゃおう。はい。でこういう、まあ一応アダムズの専用のものがあるんですけど、はい。例えばこれはスポンジの、食器洗うスポンジとかの裏とか、とにかく吸収しないもので塗ってください。はい。はい、結構ね、ね、うわ、結構練り物系じゃないですか。そうなんですよ。あー、はあ、はあ、はあ、塗っていけるやつで、全部抜こう。これの方が、普通のタイヤワックスより長持ちする、タイヤシャインより、はいはい、長持ちする上に水も弾くし、はい、汚れもちゃんと弾くんで、まあ茶色くなりにくいんですよね。とにかく長持ちするんですね。そう、とにかく長持ちします。でこれツヤ感とかどうなんですか、そのタイヤシャインに比べて。抑えめツヤっていうよりも黒くなる成分の方が多いと思っていただいて、はいはいはい、っていうのとこのツヤ感と撥水性、まあ、防音性で、はい、水性っていうのが、はい、押してて、はい、水性の方がタイヤにダメージが少ないからひび割れがなりにくい、なりにくいと。でこういうサーキットとか普段乗ってる方はあんま関係ないんですけど、はい、ひと夏ほったらかしとかそういう方には水性の方が絶対いいですっていう、こんな感じで。なるほど。はい。大人な、そう、あんまりギラギラしたものよりは、割とアダムズ製品は、そのギラギラする系の、はい。タイヤワックスとか、うん、インテリアの、その、保湿剤みたいなのも、はい、あんまりそのギラギラ系のは好んでなくて、はい。一応存在はしますけどっていうくらい。うん、うん。基本マット仕上げとか、アダムズが思うかっこいい状態が理想というか。なんかこう、普通のケミカルメーカーとにかく綺麗にするとか、はいはい、とにかく撥水させたりみたいなのが多いんですけど、うんうん、アダムスが思う一番かっこいい状態に持っていけるようなものが多くて、はい、で割と誰でもできます。ああ、簡単に。簡単に。やっぱコーティング屋さん、この本気のコーティング屋さんとかも、あ、これは誰でも安心して使えるし、はい、安心して販売ができる商品ですねっていう評価が多いので、なので割と初めて使うケミカルでもおすすめできるんじゃないかな。おお。はいというわけで、はい、今回アダムスポリッシュジャパンの林さんとアダムスポリッシュの説明にの動画、はい、試して、はい、洗いました、うん、AP ガレージの AP はアダムスポリッシュ。そうです。マジで知らんかった。確かにすごい AP。 そうです。なるほど。店頭でもね、結構在庫してて、はい、うちの店、事務所の中に置いてるんで、はい、購入しに来てもらってもいいし、通販とかでも全然いいんで、はい、お願いします。はい。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい。じゃあねー。